はい、皆さんこんにちは。昨年目いっぱい断捨離したくせに、またまた余計なものを買い始めてしまった猿です。原因はワークマンのミニ飯盒、富士見産業のアーミークッカー、そして雷鳥飯盒と魅力的な飯盒が3連チャンで続いたせいです。まあ3つ合わせて12,000円という戦闘飯盒の相場を知っている人からすればめっちゃ嬉しい展開ではないでしょうか。もしかすると3つとも買ってしまった人も結構いるのかもしれません。とはいえ3つとも人気の割に供給不足なので、なかなか手に入りづらい傾向は今なお続いているようです。雷鳥飯盒の販売開始時も猿はのんびり構えていたせいで、クレカの番号を直打ちしていたら途中で売り切れ画面に飛ばされてしまい焦りました。何らかの工夫をしなければ、まともに住所やクレカの番号を入力してたら、購入できなかった人も多いのではないでしょうか。まあ、事前に何か買って、住所やクレカ番号を記憶させておけば、次回からは何も入力しなくていいので、次のチャンスを狙っている人には、その方法をおすすめします。ただし、さらに余計な出費がかさむことになりますし、本当はそんなことしなくても良いのですが、ネットで喋ることでもないのでこれ以上は控えます。それはともかく、雷鳥飯盒はホームセンターバローグループが展開するキャンプ専門ブランドキャンプリンクの新商品です。言うまでもなく有名なサバイドル YouTuber が監修したもので、やはり魅力的なデザインに仕上がっています。ワークマンのミニ飯盒もキャンプ系 YouTuber がベースデザインされたので、非常に魅力的な価格とサイズで大手ホームセングループ企業のワークマンから発売されました。そしてアーミークッカーもその製品の多くをホームセンター中心に流通させている富士見産業がホームセンターのオンラインショップで発売開始したものです。こう考えると YouTuber 絡みでホームセンターが発信したキャンプギアは安く魅力の詰まった製品になる可能性が高そうです。猿も一度だけですがモンターナさんにアイデア提供して商品化していただいたことを密かに自慢しています。そろそろ多くの方にスキップされてそうなので、雷鳥飯盒に戻ります。猿が雷鳥飯盒を購入した一番の理由はその美しい外観です。どうですか、この黒く四角い形、刺さる人にはたまらないはずです。例によって猿が使用前にしっかりと洗剤で洗っているのは、以前から見てる方はわかると思いますが、安全のためです。それにしても、ミニ飯盒はシルバー、アーミークッカーはガンメタルグレー、そして黒い雷鳥飯盒、と、うまい具合に違いをつけてくれたことも本当にラッキーです。キュートなミニ飯盒、スタイリッシュなアーミークッカー、武骨な雷鳥飯盒という表現でも、大きく外れていない気がします。これだけ短期間に飯盒が増えると、アウトドアでの活用方法にも気合が入ります。もしあなたがソロキャンパーなら、食材の買い出しにおすすめなのが、ローソンストア100です。猿はまだ薄暗い早朝、キャンプ場に向かう途中に立ち寄る場合が多いです。もともと一人暮らしに都合良い少量に小分けして売ってますから、ソロキャンプの食材調達には相性バッチリです。米は無洗米で1合パックだし、カレーやシチューも余計な外箱がなく、ゴミが少なくて、超便利です。飯盒を入れるケースにしても、特にこだわりのない人なら100円ショップでそこそこいけます。特に今映っているセリアの CB 缶ケースは、生地もしっかりしてておすすめです。あまり適当なことを言うと後で怒られそうですが、3400円で売っている、この戦闘飯盒用ケースと比べても、ご判断は任せますが悪くありません。ただセリアのこの CB 缶ケースは、100円にしては、生地も厚く、バックルも便利なので、何でも価格高騰している昨今、在庫がなくなったら生産中止になりそうです。欲しい人は今のうちにゲットしましょう。100均といえば、雷鳥飯盒と一緒に使うと相性抜群なのが、ソロックスのクリアケースです。もともとメスティン用に作られているせいで、雷鳥飯盒にはぴったりです。クリアケースはアーミークッカーにも収まりますが、空豆の中に四角いケースというのは、猿にとっては気持ち悪いのでありません。猿はスポンジや洗剤など、衛生面的に、食品とは区別して収納したいものをクリアケースに入れてます。そうそう、途中ですが、いいなと思ったら高評価ボタンをお願いします。ちなみに、
以前ダイソーから発売された小さめのポケストもクリアケースに入るので、飯盒をポケスト燃料で使いたい人にもおすすめのケースです。ただしポケスト燃料で調理するならウィンドスクリーンは必須です。戦闘飯盒は2号用とはいえ2階建て調理すると結構な熱量を使うので注意してください。あと、ベスティンボードはどうなんでしょう。個人的には小さいまな板は使いにくいのでいまいちですが、これを活用してる人はいますか？100均メスティンボードはワークマンミニ飯盒にも、アーミークッカーにも入らなかったので、少し悔しい思いをしていたのですが、雷鳥飯盒の登場で解決しました。100円とはいえ、せっかくあるものが使えないのは残念だったのですが、何のひねりもない、潔い形をした雷鳥飯盒は、こうした悩みも解決してくれる救世主です。久しぶりに行ったダイソーで、また、猿は、浦島太郎状態でした。チタンカトラリーなんて、いつから100均で売られるようになったんでしょうか。しかも330円って、これって、破格じゃないですか。よく取り置きしてくれるダイソーのお姉さんが教えてくれたので、ついでに質問すると、少し前に入ったんだけど、すぐ売れそうだから隠しておきましたって言ってました。ダイソーの中でも、結構キャンプ用品を扱う店員さんだと、そういうことがわかる人が増えてきたみたいですね。いや、とにもかくにも、感謝です。このスプーンで感心したことが2つあります。1つは、折りたたみの関節部分が、カチン、と、はまり、今までよりも、安定感があることです。伸ばした状態を固定するためのストッパーも優秀で、試しに固定した状態でスプーン先端に力を加えすぎてみたら、スプーン自体が曲がってしまいました。それから、スプーンのすくう部分の大きさも絶妙です。猿が好きなのは幅が38ミリ前後なのですが、このチタンスプーンもちょうどそれぐらいで万能に使いやすいサイズでした。すでにステンレス製の折りたたみカトラリーは持ってる人が多そうですが、
これは買いだと思います。